それでは根元をまずご自分の方に向けていただきまして、そこから時計回りに回し、根元をご神前に向けました。どうぞ台中央にお納めください。それでは深く二礼を願います。祈りを込めまして、二度口までをお打ち願います。深く一礼願います。深く二礼を願います。祈りを込めまして、二度口までをお打ち願います。深く一礼願います。それではまだご参拝がお済みでない方、ご起立をいただきまして、花形に合わせましてご一緒にご同拝を願います。深く二礼を願います。祈りを込めまして、二度口までをお打ち願います。深く一礼を願います。どうぞ武運のご神徳八高木伏引八幡狼様のご加護をいただきまして、本年望みの印を遂げられますよう祈念申し上げます。本日はご参拝誠にご苦労様でございました。いただきましてお受けいただきます。お父さん、おい、はい、ちょっとごめん、はい、あれ、うん、ついてないんですよ。あ、ありますね。そこにつけるといい。はい、はい、では、フリーブレーズ必勝祈願が終了しました。若林クリス監督にお話を伺います。まず必勝祈願を終えて今のお気持ちをお願いできますか。はい、毎年そうなんですけども、必勝祈願終わるともうシーズンが始まるなっていう気持ちで、はい、非常に興奮して、はい、緊張感が高まっている状態です。どんな祈願を監督はなさったんでしょうか。やはり怪我が少なく、選手たちが自分たちの、持っているものを出し活躍、できるように、あとは皆さんのご期待に、応えれるようにという、願いを、込めました。開幕まで約2週間となってきましたが、ここまでのチームの状況というのはいかがでしょうか。はい、少しずつ体も、疲労も抜けてきている状態だと思いますので、徐々に、
はい、万全に近くなってきているのかなというふうに思います。明日はプレシーズンマッチもありまして、実戦を踏まえながら開幕に向かっていくわけですけれども、ここから開幕までの2週間はどんなトレーニングや調整を考えていますか？チーム内の競争、あと、チームが目指すホッケーの理解力、そこが2つ大きなテーマになると思いますので、そこを高めて、開幕迎えるようにしていきたいと思います。若手もベテランもいて、チーム内の競争というのは今どうでしょうか？はい、非常にこう切磋琢磨している状況で、あとは我々スタッフがですね、そこをしっかり見極めて、はい、みんなのモチベーションを上げれるようにしていきたいと思います。今日も平日ではありますが、ファンの皆様駆けつけてくださいました。開幕を楽しみにしている市民の皆さん、ファンの皆さんにメッセージをいただけますか？はい、アジアリーグ王座奪回向けて、頑張って、選手たちは、ハードなトレーニングを積み重ねてきてますので、今シーズン試合数も少ないですし、しっかり開幕からいいダッシュ、を、して勝ち点を積み重ねれるように、頑張ってきますので、ぜひ皆さん一緒に戦って、はい、王座を目指していきましょう。よろしくお願いします。では田中豪キャプテンの話を伺います。はい、まず必勝金を終えての今の気持ちお願いします。はい、いよいよ新シーズン始まるなっていう気持ちで今います。はい、エマにはどんな言葉を書かれたんでしょうか？今シーズンは導くっていう漢字一文字を書かせていただきました。どんな思いを込めてその辞任されたんでしょう？はい、やっぱり選手としてしっかりチームを引っ張って、キャプテンとしても、プレイヤーとしてもいい結果を出せるように、毎試合こうチームを勝利に導けるように、そういう働きをすることが自分の仕事だと思ってますので、今年は自分がそのゴールを決めたりとか、体張って守ったりとか、そういうことを、先頭に立ってやっていきたいという気持ちからその言葉を書かせていただきました。チームの雰囲気、若手もベテランもバラエティ豊かな顔ぶれですが、ここまで調整状況やチームの雰囲気いかがですか？はい、ハードに夏場練習こなしてきましたし、みんな今年は人数が多くなって、チーム内の競争もより今までより激しくなっているので、その中でそのベテランと若手がいいバランスを取ってここまでトレーニングできているので、すごく開幕が楽しみです。キャプテンご自身はコンディションいかがでしょうか？はい、年齢も重ねてコンディションを整えるのも大変なんですけども、しっかり自分の体のケアもして、万全の状態で今のところ取れているので、それをあとはやってきているものを出すだけだと思っています。明日からプレーシーズンマッチも始まり、はい、実戦も増えてきます。どんな調整を開幕までに考えてますか？まずは今までやってきたプレー、作った体を試合で出せるように、そこでやっぱり新たな課題とか開幕までにやらなきゃいけないことっていうのが見つかってくると思いますので、まずは明日自信持って自分たちが取り組んできたことをプレーに出したいと思います。開幕まで2週間となりました。改めて意気込みやファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、過去2シーズンプレーオフセミファイナルで韓国春ら相手に悔しいスイープという負け方で3連敗で負けて終わってしまっているので、それを今年は絶対に乗り越えなきゃいけないと思っていますので、シーズン今年は少し例年と変わって試合数もレギュラーリーグの試合数も少なくなってしまうので、難しいシーズンになると思うんですけど、ファンの皆さんの声援を背にフリーブレイズらしく戦っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、フリーブレイズ必勝金が終わりました。背番号90、今日お誕生日、平野雄志郎選手です。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。22歳ですか、雄志郎選手も。はい、早いですね。あ、やっとですか、ご自身では。はい、やっと22歳になりました。でも早いですけど、本当そうですね、人生早いんで、今できることをしっかりやるのが大事かなと思ってます。今日はやはり練習の後水食らったりしたんでしょうか？あ、今日水用意されてなくて、なんかみんな忘れてて、もうなんか冷たいチームだなと思ってたんですけど、いや嘘です。水はなかったですけど、みんな言ってくれたんで、全然。明日ゴースさんも誕生日ですし。そうですね。はい、やっぱこのそうですね、いい試合にして勝ってゴースさんの誕生日祝ってあげたいなっていうのが自分はもう大丈夫です。そうですか。はい、
絵馬にはどんな言葉を書きましたか？Do my best って書きました。これはまあ最善を尽くすっていう意味なんですけど、まあ、常に、まあ、そうですね、自分のできることをやっていればその上があるのかなっていうふうに思ってるんで、まあ、そこをなんか願うことというよりはこう、まあ、願いつつ自分で実行していくっていう意味で、うん、まあ、Do my best を書きました。そうですね、まあ、去年1年間フリーブレズやらせていただいて、まあ、ファンの方々にもいろいろな声をかけていただいて、本当に、まあ、自分がアイスホッケーをやってる意味っていうのもなんか自分の中で、まあ、こう定められてきたというか、まあ、自分のためにもやってるし、やっぱり応援してくれる人たちのためにも、まあ、俺がやらなきゃいけないんだっていう部分を、まあ、去年本当気づかさせてもらったので、まあ、今年もそういった意味でまあ恩返しをできるように、そして自分がまあ一つでも上に行けるようにやっぱり努力して、まあ今シーズンも頑張っていきたいと思ってます。はい、はい、じゃあとにかく怪我のないシーズンしてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、平野雄志郎選手でした。ありがとうございます。